2020年東京オリンピックのバドミントン競技は2021年7月24日から8月2日まで開催されるオリンピックバドミントン競技である世界バドミントン連盟管轄。前回大会同様男女シングルス男女ダブルス混合ダブルスの5種目が実施される武蔵野の森総合スポーツプラザで開催される男女86名ずつの選手が出場する BWF が定めるオリンピックランキングの上位選手に出場権が与えられる。シングルスは1カ国からは2名、または1名まで出場できる。ダブルスは1カ国からは2組、または1組まで出場できる。なお開催国日本は男女シングルスに1名ずつの出場が保証されている。シングルスはランキングの上位から順に1カ国あたりの制限を 満たすように34名プラス1名の選手が選出される。ダブルスは上位から順に1カ国あたりの制限を満たすように16組の選手が選出される。その他にシングルスの未男女3名ずつの招待枠が存在する。シングルスとダブルスで重複して選出された選手が存在し、選出された選手が男女86名ずつに満たない場合は、 シングルスのランキングから追加の選手が選出される。ランキングの出場権獲得権内に1カ国から制限を超える数の選手が含まれている場合は、その国はランキング界の選手を上位の選手の代わりに派遣することができる。いずれの種目でも各大陸から最低1人の出場が保障されている。また、大陸枠は一カ国あたりに種目までしか獲得できない。 日本からはシングルスランキング上位16名に男子2名、女子3名が入っていたため男女2名ずつがシングルスに出場できる。またダブルスではランキング上位8組に男女2組ずつ混合1組が入っていたため男女ダブルスでは2組ずつ混合ダブルスでは1組が出場できる。2021年6月18日 日本バドミントン協会は、桃田健と、常山寛太、奥原希望、山口茜、遠藤太夫、渡辺雄大組、福島由紀、広田彩香組、長原若菜、松本真由組、渡辺雄大、東野有沙組が代表選手に内定したことを発表した。ありがとうございます。